はい、皆さんこんにちは、のきラジです。私、下野直樹と申します。どうぞよろしくお願いします。この番組では、外国語、特に英語のですね、面白い、お話であるとか、情報、そういったところについて、お話をしていきたいというふうに、思っております。私は今日本でですね、全国通訳案内士として、英語ドイツ語を使った、仕事をしております。本日はゲストにですね、平松理恵さんを、お招きしております。こんにちは。こんにちは。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。平松さんはですね、本のご出版の予定がもう近々ございまして、もう執筆もほぼほぼ完了というところなんですけれども、ちらっとちょっとこっそりですね、原稿を見せていただきましたところ、非常にこの面白くてためになる内容ですので、この場でご紹介をさせていただくのと、ちょっといろんなお話をですね、伺えればなということでお越しいただきました。ご紹介させていただきますと、平松さんはですね、日英会議通訳者、すごいですね、同時通訳をされていて、あとは英語発音指導士、発音も、かなりと言いますか、またすごい失礼です、素晴らしい、あとはですね、英語でコミュニケーション能力を向上させる、コーチング、をされています。はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでですね、ご本なんですけれども、いろんなこの英語の表現について、書かれてるんですけれども、ユニークな点としてですね、何か日本語の一つの意味、一つのことをお伝えするのに、やはりその丁寧さの度合いによってやっぱ3パターンぐらい少なくとも、あるだろうと、友達言葉で言うような話とか、あとは少し丁寧に言う表現であるとか、ものすごく丁寧に言う表現ですね、こういったところの住み分けとか使い分けっていうのは、なかなかそのネイティブじゃなくて外国語として英語を学ぶ人には難しいのかなというところがあるんですけれども、こちらのご著書はですね、豊富なこう例文を使いながらのこういうことなんですよというふうにこう丁寧に解説してくださってるんですね。で、私もいろんなこう英語を勉強していく中で疑問なことがあってですね、そのうちの一つに、お願いがあるんだけどっていう時にですね、はい、Will you do me a favor っていうじゃないですか。はい、言いますね。で、はい、このフェーバーをこう辞書なんかで引きますと、お願いとかそういうふうにこう日本語訳がこう書いてあったりするんですけれども、はい、Will you do me a favor って、あなたは私にお願いをしてくれますかみたいな、なんかちょっとこれがずっとしっくりこなかったんですけれども、なるほどね。これはお願いというのでちょっと分かりにくいかなと思うので、いかがですかね、このあたりのお話って。その、do me a favor なので、お願いするのが相手みたいな感じですか、私にお願いをしてくれないみたいなことですか。そんな風にちょっとね、お願いっていう、こう単語の訳語に引っ張られる部分をあるわかりますね。そういうのはあるかもしれませんね。私も、最初この言い回しにあった時にはそう思ったかもしれません。どうやって使うんだろうって思ったような気がしますね。これはこのフェイバーのところがお願いっていう風に思うので、do なのでしてくださいみたいに思ってしまうのかなっていうふうには思うんですけれども、頼み事だと思えばいいかなと思います。頼み事ですね。はい、お願いっていうよりはこれ頼み事だと思うとどうですか。頼み事を will you do ですよね。なので、そうですね、その行動の、主語は頼み事をしてくれますかということですね。相手に何か動いてもらうと、何か伝わったものとか、そういうニュアンスでこう考えたら確かにしっくりきますね。ですよね。そうかなと思いますね。頼み事があって、I'd like to ask a favor of you とか、そういうのはね、はい、頼み事でいけるかなっていう気はしますけどね。お願いということの頼み事というふうに置き換えて考えると、日本語でこう考えてもしっくりくるなということですよね。はい。はい。ちょっと、はい、ご著書の中で一つ表現としてこれ、はい、I owe you a favor というのがね、紹介されてるんですけれども、これはお願いを聞いてもらったので、次は自分がお返しに、お願いを聞く番です。そういう意味であっているんですかね。そうですね。借りが一つできました、みたいな感じ、借りができたと。はい。なるほど。はい。
なので今度は私が何かをして差し上げる番ですよと、まあ、そうですね、ニュアンス、ね、return to return a favor みたいな、あ、return a favor、 そうですかね、英語っぽい感じですよね、うんうん、結構直接的に、うん、何ですかね、直訳的ですよね、これは、あ、日本語でもそのまま今度お返しするわねとか、ああそうですね、いう感じかなっていう、なるほど、まあ、そういったニュアンスに近いというような表現ですよねと思います、うん、なるほど、はい、うん、でこのフェーバーでね、あの、はい、あの結構あの海外ドラマが好きで見たりするんですけれども、あのアメリカのコメディでですね、あの、はい、ビッグバンセオリーっていうのがね、はい、ありまして、その中でもこの表現出てくるんですね、まあ、若い女性のペニーちゃんという人がですね、まあ、ほとんど初対面でこう、はい、レナード君っていうのに出会うんですけれども、レナードはペニーがすごい好きになっちゃってですね、いろいろとあの手伝いとかね、あの願い事を聞いて、あげたいなと、まあ、そういう気持ちに、まあ、初対面なのになってるわけなんですけど、この時にこのペニーのセリフでですね、Can I ask your favor? っていうふうに言うんですね、でこれ初対面でこれ言うかっていうね、まあ言ってもいいんでしょうけども、でその次に It's just not the kind of thing you ask a guy you've just met ということで、会ったばっかりの人に言ってもいいのかなというようなあのセリフが出てくるんですね。でこれもやっぱりあの Ask you a favor, do me a favor、 これ Ask ということを使ってもいいんですよね。いいと思います。どうしても、はい、でまあ、ちょっとこれ、まあ、ネタバレになるような話ではあるんですけれども、あのどんなフェーバーっていうのは結構大変なフェーバーだったんですね。そうですね、ペニーちゃんの元彼も別れちゃったんですけども、そこにあの自分のテレビを置いたままになってると、で、うん、なかなかそれが返してもらえないと、うん、で私が行っても返してもらえないんで、 あなたとお友達で取り返しに行ってくれないっていう結構無茶なお願い。そうですね、その元彼っていうのはすごいマッチョで怖そうな人なんですよ。そうでしたね。このレナードさんは男気を出してこう取り返そうとしていくんですけれども、それおかしいですこの展開。そんな初対面の人にそんなことしないし、初対面の人にそんな聞かないし、まあそこはドラマなんですよね、まあそうですね、まあ、コメディ仕立てというところでですね、まあ、そういうことなんでしょうけれども、そうそう、だって、初めましてちょっとお願いがあるんだけどって言わないじゃないですか、あ、確かにそうですよね。It's very nice to meet you. By the way, I've got an, you know, I've got to ask a favor みたいな、あんまりないかなっていう、そうですよね、展開としては、はい、まあ、そういう意味ではちょっとこれはね、あの丁寧なシチュエーションということではあのいい事例ではないのかもしれませんけれども、フェーバーというあの単語といいますかね、あのそういうものはこういったあの風に、使えますよというような話ですね、はい。なんかお願いするときのその、はい、なんて言うんだろう、 Don't tell, ask みたいなのはありますよね。なんかこれこれしてほしいんだけどとか、あれやってとかっていうときに、ask であって tell じゃない、これやってっては言わないんですよ。やってくれるみたいな、相手が答えたりとか、そのまあ必要とあらば反論する余地を与えるっていうのがマナーなんですよね。ああ、なるほど。決めつけないということですね。そうそうそう。でも確かに今日は火曜日で、あのゴミの日なんだから絶対に出しておいてもらわなきゃいけないからゴミ出してなんだけど、はい、ゴミ出してって言わない。そうですよね。やはりそこの部分が、あの ask というのはどっちかというとあの尋ねるというか質問をするというようなニュアンスですよね。そうですね。でそれどうやってその質問するっていう形で人に頼むのっていう話だと思うんですけど、はい、なので can you 的な感じとか、もうちょっとそこにワンクッションつけるんだったら do you think you could とか do you think you can みたいな感じ。でそうするとイコールもうやっといてっていう意味なんですよ。それで、本音の部分というかね、意味としてはそういうことを言いただけですよね。ですよね。Do you think you can? って言われて、はい、Yes, I could, but I won't.、みたいなの、ちょっと考えにくい。ありえますけど、Yeah, technically, I can. みたいな、あの流れは、ちょっとね、あんまり想定できないので、普通の関係の場合は。そうですよね。It's okay, yeah, I'll do that. とかって、パッて言ったりとか、どうしてもなんか用事があってできないとかだと、
No, sorry, I can't. とかって言ったり、そういう可能性はあるんだけど、もうとにかく、死の子の言わせずに、やるんだよね、みたいな感じで、check out the rubbish, みたいなことは言わないですよね。そうですね。まあ、確かに日本語でもそういう部分ってありますよね。何かしてくださいって直接言うんじゃなくて、はい、できそうですかとかね、まあ、そういう言い方をね、やっぱり婉曲的にしたりしますよね。やっぱそういうと同じような感覚で、うん、ask ということでこう、ね、人にお願いするというのがこうマナーにかなった言い方なのかなということですね。近いかなと思います、うん、なので日本の方は割とそういった少しこうやんわりした話し方をすごく英語でもされたいって思ってらっしゃる方多いと思うんですね、なのでそこでそのいやプリーズしか知らないとですね、実は、計らずも失礼になってしまうことがあるっていうこと、なんとなくでも思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですね、はい、でだからといって別の言い方ができないっていう悩みだと思うんですよ。確かにそこが本当に悩むポイントですよね、悩みますよね、はい、まあ、そういった意味ではですね、リエさんのご著書、そういったところは細かく丁寧に、たくさんの例文とともに紹介されておりますので非常に、参考になると思います。少しでも役に立てていただけたらと思います。いや楽しみにしております。本のタイトルとかですね、発売の時期と詳細はこの番組 の最後のところで、紹介をさせていただきたいと思います。はい、はい、それではですね、これですね、今回限りではなくてシリーズでまだ続きますので、次回も、リエさんお越しいただきましていろんな話を伺いたいと思います。はい、次回のテーマはですね、ミート、会うというね、ミートの使い方についてちょっと、お話を伺いたいと思います。はい、それではどうもありがとうございました。またありがとうございました、次回よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。 See you next time. さよなら。